エーズンダップ KS750 ドイツ国防軍の1940年代のサイドカー1934年製ゼンダップ水平対抗に気筒 KS500 シャフトドライブのバイク1949年以降に中国で井岡山の名でコピー生産されているゼンダップのミッシンゼンダップフォルクスアウトポルシェ12ニュルンベルクの産業文化博物館 ゼンダップベイリアスクーターゼンダップ ZD201977 年、ゼンダップは、かつて、ドイツに存在した主要オートバイ製造会社の一つで、ある。実際のドイツ語での ZU の発音に即した、カタカナ表記例は、梅雨であり、正しくは、ツユンダップであるが、日本では長年にわたる古いプラモデルの商品名や、書籍等での誤植の電波により、言語の綴りから乖離した、 センダップという誤読による表記が多く見られる。1917年、ニュルンベルクのフリッツ・ノイマイヤーによって、クルップ社とディール時計、機械製作所との共同で、サンダウンとアッパラテバウ、GMBH の名称のもと、新刊の製造会社として設立された。1919年、第一次世界大戦の終結に伴い兵器部品の、 需要が減少したことで、ノイマイヤーは、会社の単独所有者となった。2年後、彼は、会社の多様化の一環として、オートバイの生産に参入した。最初のゼンダップのオートバイは、1921年製の、Z22 である。モートルラーとフュアイエーダーマンの理念で単純で、信頼性の高い設計により大量生産された。1928年には新工場が、 ニュルンベルク市ディーゼルシュトラッセに建設された。全ラップの大型オートバイの歴史は1933年の K シリーズから始まる。駆動系統は2個の自在継ぎ手を介した伝達軸が使用されていた。このシリーズは排気量が 200cc から 800cc まであり、販売は成功した。1935年のノイマイヤーの死後も会社は、 業績を伸ばし、1931年に5%であった。ゼンダップの市場占有率は1937年に18%にまで達した。1940年には1万8000台以上のデフロック機構を備えた、KS750 サイドカーがドイツ国防軍向けに生産された。1931年、フェルディナント・ポルシェは、ゼンダップの依頼で、 オートフュアイエーダーマンの理念の下で、最初のフォルクスワーゲンとなるゼンダップフォルクスアウトを開発した。第二次世界大戦後、会社は小型の機械の製作に軸足を移し、スクーター、ゼンダップベラを開発した。最後の大型オートバイは1951年に発売された、KS601 である。排気量は5 9 8 c c に気筒エンジンだった。 1957年から1958年まで、ゼンダップヤヌスを生産した。1958年、会社はニュルンベルクからミュンヘンに移った。間もなく会社はいくつかの新しい小型のモデルを開発した。4ストロークエンジンの開発を諦めに、ストロークエンジンのモデルのみだった。ゼンダップのスクーターとモペッドは当初は、 売れ行きが良かったがやがて売り上げは落ちて1984年、会社は破産して廃業し、生産設備は、天津のオートバイ製造会社へ売却された。センダップのモデルは1980年代までインドの、ロイヤル・エンフィールド・モーターズで生産された。ありがとうございます。